はい、みっちゃんの里です。今回はスシローに行ってきました。東大随一の回転寿司好きと言われている俺だけど、スシローに来るのはなんと今回が初めて。もっぱらはまら寿司、くら寿司、かっぱ寿司ばっかり行ってたからね。だけど今やスシローは回転寿司業界で人気ナンバーワンらしいよ。つっても俺程度の舌じゃはま寿司、くら寿司、かっぱ寿司との違いが分かんないけどね。大体寿司で一番好きなのは蒸しエビだしね。生のやつじゃないっていうね。回転寿司で一番好きなの生はビールだしね。ということで天ぷら注文しました。東大随一の天ぷら好きの俺としては、メニューの中に天ぷらがあったら頼まればなるまい。残念だったのは塩が置いてねえこと。俺は天ぷらに塩をつけて食うのが大好きなのに、塩がねえからわさび醤油にちょんちょんして食べたもんね。塩がねえから塩がねえなんつってね。はい、ここは泉ヶ岳に向かう道。それはさておき、この写真見てもらえますか。これは牛久大仏の写真らしいんだけど、一定の条件を満たすとこういうカメハメハな写真が撮れんだって。これは正直やられたね。確かに怪し大仏では太刀打ちできねえわ。でもちょっと燃えてきたね。いずかこれよりも映えるスポット見つけて最高の画像を撮ってアップしてやるっちゃ。こうご期待。まずはあの写真を上回る神スポットを探さなきゃと意気込むみっちゃんねるの佐藤でした。